で、これをその DI を、これを計算してみると、こう書けます。これフィードですね。ゼロマイナス B シート、 B アール、これはファイアールシータの方向で、順番に書いてますけれども、これと、これが H というのがこうであったということで、特にですね、ファイセーブに関しては、これが、ファイ方向のベクトルですから、ファイ方向を持ちませんので、B ファイとアルファ倍の関係にあると。このことを使ってこれを計算してやる。そうするとですね、より、フィジカルなポインティングベクトルは、トロイダル成分、つまり R シータ成分はこう書けます。これをアルファ事情では、で BP は同じです。 BRB シータ。したがって、あんまりノンフィジカルと思われるその SP というのがこう書けて、フィジカルなポインティングフラックスはこう書ける。同じ記号になってますね。ちょっとこう書いてみます。そうするとですね、この比例係数、BP が共通なので、比例関係にあることが分かります。あって、このフィジカルなポインティングフラックスは、形式的なポインティングフラックスとこういう関係にあると。で、フィドが、オメガ F、ここがフィドの角速度ですね。これです。で、オメガというのが、マグネティックフィールドの角速度。したがって、磁場の回転がゆっくりな場合、したがって、オメガ F よりも小さい場合、SP はなんと逆符号になるというか、つまりこれはフィジカルなポインティングフラックスはブラックホールに吸い込まれても、その見かけ上のその E クロス H というベクトル場はブラックホールから出てきていることが、満たされる。これは、ブラックホールの回転の方が、速い、マグネティックフィールドの回転の方が遅い場合にそういうことが起こります。なんとも、恐ろしい結果が出てしまったんですけれども、これが真実。何度も言ってるように、その最初はこれはだからこういう関係にあって、全く、違う物理量っていうか、こっちの方はノンフィジカルなわけですね。しかし、R を大きくしていくと、どういう振る舞いになるかというと、オメガ F は
フィードの加速度ですから、ブラックホールの外側だとゆっくり回るので、オメガ F は0に。で、シフトベクトルは1に向かう。だから、ブラックホールより遠いところではですね、これは一致してしまう。でさっきその保存則を満たすといったのはこっちです。だからブラックホールからですね、これはその定常的に出てるんです。ブラックホールがあって、R の関数でですね、この SP というものをまあR θで書きますよね。で、SP の、DS ですか。これは、コンスタント。つまり、どこの R で面積分をしても、ポインティングフラックスは、面積分すると一定。どこでもというのは、ホライズンで、ブラックホールの表面で面積分しても一定です。したがって、ブラックホールから、このポインティングフラックスが出ている。そしてブラックホールから離れているところではこのポインティングフラックスはフィジカルなポインティングフラックスというわけです。これは決してコーザリティを破ってない。なぜならそのフィジカルな、もともとブラックホール近傍のフィジカルなポインティングフラックスはブラックホールに吸い込まれているわけですから。ではですね、そのブランドフォード・ズネークがその最後に、ブランドフォード・ズネークが求めたモノポール解というのを紹介して終わりたいと思います。これはですね、人類が唯一手にしているその、この状況を満たす、厳密解、解析解になっています。今でも、これ以外の解でですね、今言ったような、もの性質を全部満たす厳密解というのは、解析解は、これしかない。今のところこれしか見つかってない。B が0の定常解。でですね、まあその解析解なので、いろいろさらにですね、彼らがやったのはカーブラックホールが十分ゆっくり回っているという、状況だけを考えて、このカーパラメータ A に対する接動解という形で求めています。だから人類が持っているのはですね、解析解として持っているのはゆっくり回っているブラックホールから、こういう磁場形状だったら、外向きにエネルギーが出るよという、でこれぐらいエネルギーが出るよという、そういうことが求まる、 そういう解です。あ、そうです。この、アンフィジカルなポインティングフラックスが外に向いている。回ってるときにポインティングフラックスが出てくる部分の大きさというのは、その回転には関係しないんですか？あ、します。それをですね、
この回ではこういう振る舞いをするというのをこれから示したいと思うんですけど、A の事情に、比例することになります。でデリベーション全部やってるわけにいかないので、もうすぐ休憩に入りたいと思うんですけれども、例えばですね、こういう時に A が1より十分小さいとした時に、例えば A の事情は全部無視するとかね、そうそう、まあ、こういう形で議論を進めていきたいと思います。で、もちろんその定常軸対象を仮定したもとでの解になっています。いきなり解を書いていきたいと思います。まあ、A の1乗まで取っている。で下付きはですね、まあ、ガンマによるその、上げ下げだけやればいいので、ほぼ地面に求まりますが、こう書けます。これはですね、モノポール解といわれるのが物語っているように、同系方向にまっすぐな、磁場が走っていると。これがその、まず大ゼロ近似でそうなっていて、それに対して、カーパラメータ A に対する、補正がどう入るかという、まあ、そういう解になっています。でベータは、A が小さいときはこうかけていて、下付きのベータ i はこうなんですね。でこの回ではフィールドの角速度というのは、Rθによらずに一定の8分の A という角速度を持っています。で、これを下付きに戻すと電場はですね、シータ方向しか、持ってないんですね。0 B0 A、電場と磁場が、内積取ると0っていうのは途中で出てきたと思いますけれども、そういうわけでシータ方向に、しか成分を持っていないような解になっています。で D は、D もやはりシータ方向しか持たない。下付きは、こう書きます。で、H に関してはですね、アルファ B マイナス、ベータかける D ですけれども、これが A の事情、これが A の事情のオーダーになってしまうので、これは、0
ゼロと見ます。そうすると、単に、アルファ倍になって、下付きは、こう書けます。そうするとですね、このポインティングフラックス以上の電波磁場を使ってどう書けるかというと、まず見かけのポインティングフラックス、はい、19どう書けるかというと、64B0A 事情、サイン、事情シート、R 三乗、シフトデルタ、ゼロ、E ゼロ事情、R 五乗、こう書けます。R シート。これは見かけの方ですね。で、例えばその任意の R で積分してみましょう。そうすると面積要素はこう書けますので、これはですね、Dθ で A が小さいとき、こう書けます。そうすると、これを面積積分していきます。極から赤道までを積分する、サインシータかける、R 三乗デルタ A 事乗64。そうするとですね、期待している通り R 依存性が消えます。 B0 事乗 π0、で最終的な結果は、これがブラックホールから出てくるエネルギーのフラックス、単位時間あたりにどれだけエネルギーが出てくるかという式です。あらわに書くと、まあこういうことですね。 E ドットという次元ですね。エルグパーセカンドです。ESR の SP が要するに πB0 事乗の A 事乗で正義というわけです。で、この時にじゃあフィジカルなポ
ポインティングフラックスはどうなってんのとか、まあ、そういうことも確認しておきましょう。その前にちょっとエネルギー密度、これはだいたいですね、磁場に支配されていて 2R 磁場ガンマ B0 磁場サインセーターで全部当然そのフィドが見る、エネルギー密度 D 事乗プラス B 事乗これも、まあ、計算したら0以上つまり正という値になります。つまりこれは何を言っているかというと、まあ、PLK で見た見かけ上のエネルギー電子も正、フィドでも正とそういう状況が成り立っていて、その上で E クロス H は外に向かっているが D クロス B は、ブラックホール近傍では内側に向かっているということが見えます。 1,2,3D セーター B5これはで特にその同型方向に興味があるのでこの同型方向を見てみますと、こうなってます。64分の 1B0 次乗サイン次乗シータ、A 次乗R4 乗分の こういう形に書いてます。で、ここを、あ、そうですね。これを FR としましょう。これはもちろんその高校の数学で出てくると3次関数ですからブラックホールからの同型座標 R として FR を書いてやると0がマイナス R0 でマイナス16ですよね。で3次関数的に立ち上がる。そうするとどこで、y イコール0になるかということを見ますと2と3の間でなることが分かります。でホライズンがここです。エルゴスフェアがここです。つまり、ここより内側ですね、この領域では SP は負であると。したがってフィジカルなポインティングフラックスはこっちでは内側に向かっている、でこっちからは外に向かっている。で、まあそういうことです。で一方その何度も言うようにその見かけ上の E クロス H は最初から最後まで外に向かっている。それでですね、無限円でもちろんこれらは一致することを確かめたい、確かめてみましょう。無限円で D クロス B の
コロイダル成分は、64分の1乗 B0 次乗 3N 次乗シータ R 次乗分の1で、これは、E クロス H のコロイダルに完全に一致している。じゃあその無限遠でその一致してもまあいいんですけど、もちろんブラックホールからのエネルギーをですね、そのガンマ線バーストのエネルギーに変えたいので、どれぐらいの半径でほとんどその両者は一致するかというのが興味ありますよね。でじゃあ E クロス H と D クロス B の違いは、その両者を見てみると、これしか違ってないということが分かります。R3 乗の R3 乗のデルタと、デルタの R4 乗の R3 乗引く16、これしか違う。で、これは R の R マイですから、まあ、これを例えば消してしまって R にするでしょう。で、これ、まあ、例えばイコールにしてみると、デルタが、R 分の3乗引く16ですか。まあ、R をもう一回引いてやって、R 次乗の、R 引く R プラスですか。が、R 3乗引く16で。そうすると、R 3乗も消えて、R 次乗 R プラスが、16であると。そうするとですね、もう、まあ、これがオーダー1とか2ぐらいですよね。そうすると R としてはですね、まあ4もあれば、ほとんど同じ値になると。つまりこれは 何を意味しているかというと、ブラックホールのホライズンから4倍ぐらいも離れればですね、もう十分その見かけ上のポインティングフラックスって言ってたのと、フィジカルなポインティングフラックスというのはもうほとんど同じものと思っていい。つまりブラックホール近傍でその、もうフィジカルなポインティングフラックスが現れているわけです。このフラックスで。というわけで、一番最初にやったように、これに10の15乗ガウスを入れて、やると、これは十分10の51乗 L パーセカンドになるわけです。もちろんこれはその解析解を、定常軸代謝の下で求めたので、これだけがもちろんブランドフォードズリニャックを満たす、シチュエーションではないわけですね。まあ、解析解としては人類はこれしか持ってないというだけで、数値計算をするといろんな状況が出てきます。よろしいでしょうか。で、まあ、ずっと今まで言ってきたように、ブラックホールの近傍ではフィジカルなポインティングフラックスは座れてるけれども、見かけ上のポインティングフラックスというのはブラックホールから出てきて、でそれはもう R イコール4ぐらいになると、もうほとんどフィジカルなポインティングフラックスとして見なせる。つまりブラックホールからフィジカルにポインティングフラックスが外向きに流れている。それによって電磁場のエネルギー電子というのは増えるし、それは要するに電磁場のエネルギーがブラックホールのエネルギーを吸い取って増えていると、そういうふうに解釈することができます。というわけでブラックホールからエネルギーは引き抜けるということを紹介しました。とりあえず以上なんですけども。